パッパアラワイカイナパパアラワンカイナとは、ボリビアやペルーの料理の一つ。茹でたジャガイモにチーズを使ったソースをかけたものである。パッパは、ジャガイモのことで、ワンカイオは地名。したがって、パパアラワンカイナというのは、ワンカイオ風ジャガイモ料理という意味である。しかし、古くからワンカイオ地方で食べられていた料理であるか、どうかは定かではない。 ある作業場の食堂でワンカヨ出身の女性が作ったものが評判になったため、この名前で呼ばれるようになったという説もある。作り方は次の通り。ケイソブランコと合い、あまり以上に牛乳を加えたものをミキサーで混ぜる。ボリビアではさらに生ピーナッツをペースト状にしたものや軽く砕いたものを混ぜることもある。蒸気を粉鍋で煮る。ニンニクパセリロコとレモン汁オリーブ油などお好みで、 加え、食塩で味付けをする。じゃがいもは皮を剥き、小さいものなら丸ごと、大きいものなら二つか四つに割って茹でる。卵を片茹でにする。レタスを洗い、細かくちぎって、皿に盛る。並べて、じゃがいもと殻を剥いた茹で卵を置き、その上から煮のソースをかける。好みで、トマトやチーズを添える。また、黒く熟したオリーブの実を、 じゃがいもの上に乗せることもある。ありがとうございます。